こんばんは。元分析者チャンネル。はい。最近風俗行ってきますか？行かない。行かない。本当ですか？いや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 、もうちょっと。パパ活はどうですか？してないですよ。してないですか？天海さんどうなんですか？いや、ということですね。ということで。ひでえな。今回の週刊文春スクープのですね、裏金副大臣はパパ活&デリヘル上昇という、まあ、記事について。はい。考察したいなと、はいはい。このタイトルの後にこの動画が良かったというのは言いづらいんですが、もし、うん、動画がいいと思いましたら、チャンネル登録と、まあ、グッドボタンをよろしくお願いします。で、はい、サロンもやってますんで、合わせて、概要欄からチェック、ご興味ある方はしてみてください。お願いします。週刊文春合併号。合併号ね、もう合併号、ね。これはね、週刊文春記者とかも連絡来たんだけど、まあ、一番面白い、この合併号の中で記事。ああ、これが。これが。めちゃくちゃ面白かったよ、これね。で、新聞記者のなんかポストとか見てても、はい。なんか結構絶賛じゃないんだけど、まあ憎めないと。宮沢さんをね。キャラクターがね。キャラクターが。で、彼は一躍、その裏金問題の時に、安倍派で爪腹を切らされて、うん、まあ、告発してたじゃないですか。そうだよね。で、一躍有名になりましたよね。そうだよね。派閥を暴露しているね。記載しなくていいって言われたんだっていうことをね。それからわずかね、何、3ヶ月ぐらいで、うん、スキャンダル出ちゃうみたいな感じですよね。神野さんが得意な直撃で相手を殺すっていうことなのかわかんないですけど、まあ、記者も引き出し方がうまい。引き出し方うまいよね。キャラクターの。そう。だから、まあ、要は多分わかんないですけど、ガチガチ言ってない可能性が高いね。ああ、うん。やったんでしょやったんでしょじゃなくて、うん、どうどうなんですかみたいな。わかんないけどね。この、だから、宮沢氏のキャラにもよるしね。うんうん、直撃って、うん、まあ、週刊誌でね、醍醐味の一つ、うん、読みどころの一つであるんだけども、うんうん、ここまでその直撃シーンのやりとりが面白いっていうのは、うん、なかなかね、ないよね。ないね。ないね。うん。そうそう。まあ、あれ、パッパカツヤも、前言った米山さんとかも、あの時は割と赤裸々に認めたんだけど、なんだろう、これはね、なんか、面白い要素が多すぎるんだよ、直撃で喋る内容の。そうそうあんまね、細かいこと言うと、そうそうね、ね、怒られちゃうけど。冒頭から直撃したら、これのことですかみたいな話もあって、そうそうそう。って言ったら、察しがいいみたいな、ね、感じなんですよ、ね。このね、記者とのこのやりとりがね、はぁ、あ、みたいな展開になってって。本当そう。ね。そうね。うん、でもやっぱり人柄がね、うん、出るじゃない、こう直撃ってね。うん、まあそうですね。嘘つく人もいるし、逃げる人もいるし、恫喝する人もいるし、出る。うん。だけどこれなんか全部素直に開き直っちゃったみたいなところもあるし。うん、そうです。裏金の時、もう腹をくくるじゃん、うん、彼は。うん。この時も腹をもうすぐくくってるわけだよね。そうだよね。そうでしたね。うん、腹をくくってもうこれのことですかって言ってくれても、うん、自分はこれしかないと分かってるわけですよね。うん、で、あっという間に辞任でした。辞任で、して、ね、記者が電話してたら、まあ、ね、なんですよって答えてるし、ね、まあまあ、だから、もちろんやってることは議員としては不適格ですね。裏金問題があって、お金の使い方も問われるから、流用してないって言い切るかって言ったら、うん、そもそも領収書もないし、分からないじゃないですか。うん、ね、使ってる金に色はないからね。うん、だけど、このさっきのこの直撃で、一つだけ彼が、こう、隠したっていうか、のは、パパ活とかの、そういう、まあ、お金に、裏金が回ってんですかっていうくだりの質問を記者がしたときに、それは違うと。領収書もあるんだと。で、秘書が現生でね、金を管理してて。だけど、そういうふうに思われちゃいますよね、と。それは申し訳ないみたいなことは、なんか言ってたんで、そこだけはなんか、まあ本当なのか、隠したのか、ちょっとわかんないけど。そのプライベートのお金も秘書が管理してるんですかね。だからその辺の話はね、まあ読んだだけだとわかんないんだけども、そう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 。まあでもね、そもそも前も言ってるけど、歳費だって、まあね、国の税金が原資ですし、まあ使われ方、まあまあ要は公人っていうのはね、その全ての行動も含めて、チェックされる存在ですからね。うんうん、だからあれでしょう、有名なサイトで、出会い系サイトっていうの、マッチングのね、P って書いてあったよね。ピーターズっていうのはよくね、芸能の人とか勧めてくるんだよ。うん。うん、そう。芸能の人って誰ですか？芸能事務所のなんかね、まあ人も、まあまあ多分、まあ向こうは個人ではないからけど、はい、まあ、結構残枚らしくて。へぇー。ピーターズかどうか知らないです。ピーとか書いてから4、5年前によく勧められましたよ。勧められで、そんな僕はパパ活世代とかたくさんやってるから、まあ、やるわけには絶対いかないし、やる必要もないんですけど、
そういうおじさん界隈で流行ってるっていうのが多分いくつかあるんだと思うんですよね。ああ、そういうことですか。で、それでだって同性にまで至ったわけでしょ、うん、そうですね。そうね。そうなんかね、ちょっとギャル系のことね。なかなかすごいよね。でもこれね、その、岸田政権3年連続パパ活契約なんですよ。うん。本当っすね。22年吉川赳議員。うん。で、23年山田太郎政務官かな、当時は。うん。で、24年、もう元副大臣ですよ。うん。すごくないですかこれ、そんな政権なかったと思いますよ。まあね、表になってないだけかもしれないけどね。で、これね、僕、ゴキブリ1匹とか30匹いると一緒で、絶対いますよ。倍は少なくても。倍は。少なくとも倍はいる。倍はいる。倍はいる。まあ、下手したら本当10倍ぐらいいますよ。あ、うん、それはまあ多分間違いないと思うんですね。うんうん、これについてね、岸田さんは今後どうしていくんですかね。うん、どうしてくるんだろうね。パパ活規制法を作りますか。パパ活規制法。何、パパ活がありになってるのもそもそもおかしいですよ。まあね、お金開催したら基本的に、ね、まあ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 、あのそっちの法律に引っかかるっちゃ引っかかるじゃないですか。だからあれはよくパパ活はだからあれなんですよ。僕ら交際クラブでなんかね、そのテレビのなんとかの人っていう取材したことあるんですけど、うん、売春とは違うんですよ。違うっていう形になっちゃうんですよ。だからでここは自由恋愛だけど、あのお小遣いをあげるっていう形でちょっと分けてるんですね。どういう、うん、なんかもうパチンコ的になってますね。そう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 。で、それを、会社が介在して中抜きしたら管理賠償になるんですけど、まあ、直接やり取りだから、ありませんってことで、そのお小遣いのもらい方みたいな口座がその交際クラブにあったりするんですよ。へえ、でもそんなやったら、立ちんぼしてる子が直接やり取りしてるのは、それは違法じゃないのかって話になりません。まあね、でも、それがホストが管理したら管理賠償になっちゃうけど、うん、あれ言ったらどうなんだろう。かバイク、だからあれは、ダメでしょ、交渉してるからダメなの、うん、だからそのやり方をうまく。金銭の対価として、だってそういう行為があるわけでしょ、うん、まあ、それはダメでしょ。それダメじゃん。だからそれじゃないお小遣いっていう別の枠にするっていうのが生で、でも大体そうじゃない、こういう話してね。確かそんなことがその交際クラブで書いてあった気がする。お小遣いのもらい方みたいな感じね。だから僕も最初この回収管理買収じゃんって最初思ったんですよ。あ、うん、だからそれはまあ、紹介するのはお金を取るとクラブはね。で、まあ、その、多分、パパ活アプリもそうですね。うん、普通だったら管理会社だろってなるじゃないですか。まあ、曖昧なんだろうけど、なんかよくわかんないですよね。ね、じゃあ、お年玉って言って、まあ、ね、うん、そうそう。じゃあ、ちょっと行こうみたいなのを成立しちゃうってこと、言い方だ。それおかしくないって、ちょっと。まあ、でも、そう、ブランドとかもそうじゃないですか。たまたま、まあまあね。恋愛感情が発生しまってっていうだけですからね。そのやり方は、そういう感じになってますよね。だから、また脱法的ではあるということですよね。で、これ、やっぱり、僕が言ってると暇じゃないですか、議員って。あ、張り込みしたらすぐ呼んでるっていうのが2日連続なんかでバレてるんですよ、これね。まあ、暇とは言えないけど、まあ、暇だね。翌何日って言われたら2日連続ってことだよね。そうそうそう。すごいですよ。40いくつの人ですよね。いくつだな ?49。ですよね。いや、そのパワーすごい。すごい。まあね。だって駅からなんかね、スマホで電話してんだっけ、うんうん、で、ね、そういう、要するに、デリバリーするところに電話して、うんうんうん、ね。だって、明らかに議員宿舎は入んないのは、それが理由だとしか思えないじゃないですか。それができないから。そう。議員宿舎にそのプロの人が入ってたら、だいぶ、ざわつきますよね。バンキシャとかなんかあいつだとかありますよね。明らかにだろうってなるじゃないですか。そうですね。政治家としては問題ですよね。まあ、それはそうですよ。まあ、ただ、なんだろう、彼の素直さというのは、なんか、まあ、ちょっと、これ一番言ったら絶対読んだ方がいいですよ。うんうん、よく調べましたねぐらいのことを観念して。そう、観念して。最初がパンツを見ますかって話になってね。なんでそこまで知ってんですかってね、こう展開してくんだよね。久しぶりね、すごい記事でしたね、ある意味ね。これなんかもう一回いじってほしいよね、週刊文春には。この人は今後辞めた後に、うんうん、いわゆるそういう色物として世に出てくる可能性はあるんですか、まあ、いや、あるかもしれないですよね。本人はでもそう思ってないんですよ、多分ね。だから真面目に思ってんだけど、うん、やっぱりこの一問一答を読むと、うん、彼はだいぶ面白い人なんじゃないかっていうことに、周囲が気づくんじゃないかと思うんですよね。で、例えば今後また裏金問題、正式問題だと出てきて、うん、まあ出てくるのかな。テレビは無理か。わかんないけど。一回呼びます?読みますか?ここに?面白そうじゃないですか。ね、今は全然ね。それもあるかもしれないですね。うん、見てたらぜひね。お願いします。まあでもやっぱりこれ彼は、まあ一応ね、問題を
受け止めて、まあ、発覚するまで黙ってたってのはあるんですよ、うんうんまあ、辞めたっていう決断をしたっていうのは、まあ、そうだよね、まあ、潔いかし、ねうん、まあだから彼が今後も例えばもう一回国政すると言ってもちろん逆風はあるだろうけど、うん、まあ、あの自分なりの、ね、けじめをつけたっていう意味は、まあ、一つ評価はしなきゃいけないところかなと思いますよね。あれ聞きたいんですけど、うんうん、あの人辞めるって記事が、うんうん、この記事が出る前に報道出たじゃないですか、うんうん、その時理由を言ってないじゃないですか、うん、そう発売になってああいうことこういうことだったのかって分かったんですけど、うんうんうん、記者からすると言わないでくれてあの良かったなのかその時にこういうことがありましたって言った方が良かったのかどっちなんですか。内容は言わないでほしいというのは多分みんな編集部は思ってる、うん、で言わないから、ね、そういう意味ではでも言うのは言えないじゃないですか。恥ずかしくてそれはそうだ。だけどこのケースでは言ってほしかったかもしれないですよね。だって面白いじゃないですか、うんまあね、したらみんなじゃあ買って詳しく読みたい、うん、テレビも放送できないんですよ言ったところで、ね、なんか確かに自民党大丈夫かって話ですけど、うんうんうんねまあ、やめろって言われたんだろうね。まあそうだろうね。相談したって言ったもんね。相談したっていうかね、もうやめますって言いに行ったって自分からね。いやー、まあ言いに行ったかは分かんないけど、まあでもどっちにしろ茂木さんはやめろって言うでしょ。そりゃそうだよね。選挙もめちゃくちゃ悪影響じゃないですか。うん、そのなんかね、怒られてるシーンもまた聞きたいよね。茂木さんにね。ね、暴露して。なんてことしてんだってこう言われて。だから呼んで、なんて言われたんですか。ちょっと聞きましょうよ。で素直に言っちゃってそうで、ちょっと我慢できなかったんですみたいな話とか。やっぱり彼らも今後ね、その政治の裏側を全て言っていくっていうスタンスね、うん、あのもう捨て身で行くっていうのも一つありだと思うよね。まあね、うんうん、彼は問題があったけど彼の告発によって何かが良くなるってこともあるかもしれない、うんうんうん、もうないかもしれないけどね、うんうんうん、というねすごく素晴らしいスクープでした、うん、はい、はい